やあ、荒木くん、待ちかねたよ。君と来たらいつだって僕を待たせてくれるんだからね。君の正面に立っているであろう八九時さんを見てほしい。彼女は幼い頃、謎の高校生に命を救われたことがあるらしい。この話を僕は委員長ちゃんとのあれこれがあったゴールデンウィークの前にもう聞いていた。町中を巡って怪談の収集をしていた頃の話だね。八九時さんとはその時に面識を持った。僕は一発でピンときたよ。そう、言うまでもなくそれは君たちのことだ。察するに君は八九時さんを助けるためにタイムスリップしたということなのかな。だが多分君たちは時間旅行について大きな勘違いをしていると思う。時間旅行によって運命を変えることは絶対にできないというはっきりした現実だ。君が忍ちゃんと良好な関係を築いている世界をルート A として、この滅んだ世界をルート X としようか。君はルート A の過去へ、11年前の過去へ飛ぶつもりでワープしたのだろう。しかし君がワープした先はルート A の11年前ではなくルート X の11年前だった。そして目的を成し遂げた後ルート X の11年後、つまりはこの現代に縦向きにたどり着いたというわけだ。お願いだ荒木くん、そして忍ちゃん、世界を救ってはもらえないだろうか。キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードがこの世界を滅ぼしたことはすでに察していると思うが、彼女がまだ生きていて未だギリギリ生存している人類を脅かしていることは知っているかな。彼女は自殺に失敗している。生きている。そして彼女が失敗したのは自殺だけではない。彼女は眷属作りにも失敗している。吸血鬼にとって眷属は分身だというけれど、だからこそクローンを作り続ければ細胞が劣化していくように失敗する。失敗した吸血鬼、それが君たちがすでに見たであろう、見て驚いたであろうゾンビたちだ。ちなみにハートアンダーブレードは自殺未遂を経験した後に行方をくらましていて、僕はそれを探している最中だ。知り合いの暴力陰陽師や詐欺師とタッグを組んでこれから最後の特攻をするつもりだけれど、多分無駄に終わるだろう。ゾンビ化した全人類は、しかしハートアンダーブレードの完全なる眷属というわけではなく、いわば不完全な眷属、人間に戻せる。これは希望と言ってもいいのかな。しかしそんな目論見は実に甘い目算だ。本気になったハートアンダーブレード、狂気に走ったハートアンダーブレードは誰にも止められない。そう、君たち以外には、本人である君たち以外には。というと君たちは吸血鬼性を失っている自分たちに全盛期の吸血鬼を止められるはずもないなんて考えるんだろうな。まあそれならそれでいい、強要はできない。君たちにとってはこの世界の滅びは別ルートでの出来事なんだから、世界を救ってくれというのは僕の勝手なお願いで、聞く耳を持つ必要なんて全然ない。でも荒木君、目の前の女の子は救った方がいい。君の親愛なる友人忍めめ、追伸。ところでこのルート X の荒木君は意外なことに戦場ヶ原さんと付き合っていたんだけれど、そっちの世界では誰と恋人同士になっているのかな。荒木小読みっていう名前の男の子がもしも金髪の幼女を連れていたら、その手紙を渡すように託されていたんだ。だからその星野って人に。星野ありがとうございます、助かりました。